はずなんですけど、ね。これ染みるんですよ。そうなんですよ。注射が麻酔が一番痛いんですか。そうじゃないですね。僕なんかここのたるみがちょっと嫌で、そう、それで今日今から整形しに行くよって言っちゃっていいのかなこれ。そう、でも別にね、こうきっぺんに言ったりするわけじゃなくて、そう、先生にいろいろ相談して行ってきたいと思います。コーツ整形イエーイ。はい、ってことで到着、やっていきたいと思います。ちょっと緊張してきたよ、初めての体験。じゃあ行ってきます。はい、ってことで今日はピーリングやって、ピコレーザーやって、あとは糸入れたいと思います。自整形。はい、ファブラスピーリングとレーザー、ピコレーザー終わりました。この2つに関してはルーティーンでいろいろ紹介してるんで、ピコレーザーこの辺に貼っておきます。見てね。初の糸、ちょっとドキドキしてます。待ってます。あー、ドキ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 。じゃあ行ってくるよ。はい、今日はスレッドリフトで初めての糸を入れたいと思います。先生よろしくお願いします。はい、頑張ります。ちょっと緊張してます。じゃあ1日5回1週間後ちょっと第2弾で経過報告もしたいと思います。先生、ダウンタイムはどのぐらいあるんですか。ダウンタイム1週間見ていただければ、1週間むくみだとか細かいのはざっといけます。はい、どんな糸入れるんですか。こういうって言って、掛け糸ですよね。がついた糸を入れて、いわゆるこう皮膚を集めていくっていうことですね。糸で。そうです。例えばここだとか、まあ、ここだとかっていったところにこう少しこう皮膚を集めてくるというふうな感じです。はい。糸の成分はどんな成分なんですか。まあね、PCL って言うんですけど。PCL。PCL。はい。はい、これね、コラーゲン造成能力が非常に高い。素材になっているんですよね。はい、わかりました。安心しました。はい、じゃあやります。はい、レッツゴー。上げるんだけど、はい、これもう一回上持っていくね。はい、うん、2段階、うん、今回の戦略は2段階上げて上げるらしいです。ここ上げて、ここ一回上げるんで、はい、うん、でこの辺は全部ボトックスで全部この性能式全部壊滅状態にします。わお、はい、楽しみです。はい、この逆側に一回開けるじゃないですか、はい、でここもう一回持っていくんで、はい、なんでこうラインまでバチッと、はい、します。やった。はい、まず書きます。はい、マーキングです。あとはボトックス、この辺に打ってくれることになりました。先生よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、大丈夫ですか。うん、
はい、こっちの方がね、ちょっとね、皮膚側の方がいい。大丈夫です。結構痛いはずなんですけど、ね、これね、染みるんですよ。そうなんです。麻酔が一番痛いんです。これはそうでもないですね。感じないですか。なんか入ってたんですか。そうですね、お前起きてやっちゃうからね。確かに。でも痛くなります？もう何もないですか。アピさんはこれ取りたまる。あ、はいはい、すみません。これこれでもはい、じゃあピリッとします。ママ、頭痛あるでしょう。まあ、ない、うん、全然曲まできますね。すごい、いいですか。まあ、ちょっとね、驚いて、大丈夫？痛み。うん。ちょっとだけ、なんかピリピリしますね。ね。ちょっとね、痛くなくて、あんまり麻酔入れないんですよ。うん、それは第2弾、うん、第2弾です。いや、いいことだね。あんまり高くあると思うんですか。ほら、もう帰っていい。あげまーす。ピクピク。ピクピク。引っ張られる感じどうですか。大丈夫ですか。痛みどうですか。うん。うん、すごい。余ってる。ほら、全然違う。ほら。麻酔効いちゃってます。あ、ま、目が。そうなんですよ。あ、でも大丈夫です。あ、これもこっち、こうなったらここですよね。嬉しい。ありがとうございます。はーい。そう、この間上がるようにゴングン。そう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 。そう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 。そう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 。よいしょ。うん、それだね、きっと。よいしょ。そう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 。こんな感じじゃダメだから。こんな感じ。あ、いいですね。
ママ。うん。何ですか。出るんですか。出るんですよね。あ、一回まず上げてみました。第一段階。はい。よれちゃうんで、これをもう一段階上げて、よれをなくします。おとつ、いきまーす。めちゃくちゃ綺麗な。ちょっとさ、あれちょうだい。あの、30ビートにしよう。はい。こっちの方が大きいんですよ、耳の前が。すごーい。こんなんあるんだ。初整形、プチ整形。はい、家に着きました。ちょっと麻酔がまだ効いてて、ちょっと口と目がちょっとおかしい状態なんですけど、ちょっと怖かったらごめんなさい。今日はあの糸とボトックスやっちゃいました。プチ整形、もうがっつりだよねこれ。そう、今日はそう12本入れてボトックスやってもらって、ここを引き上げてもらいました。それで今日はちょっとここがこんななってるんで、そういい感じでもまだつってるんで、あの1週間のダウンタイムをちょっと取っていって、どうなっていくかっていうのをまた YouTube にしたいと思います。ちょっとなんかね、目が変で怖かったらごめんなさい。今日の金額ですが、なんと87万円。はい、ということで今月はちょっとカップラーメン生活したいと思います。あとピコレーザーの、あのインスタグラムとホームページは概要欄の方に貼っておきます。はい、あと僕のインスタグラムはこの辺に貼っておきます。すごーい、こんな感じだよ、整形したよ、バイバーイ。